はいどうも、チェトSPチャンネルでございます。まあ、今回の動画はですね、まあ、前回に引き続きといいますか、まあ、前回ですね、まあ、あずさ3号に乗って、こちら金賞から小淵沢まで、まあ、来たわけなんですけども、今回ですねこちら、快速ハイレール1号にですね乗車して、小諸の方ですね行きたいと思います。どうもお願いします。ありがとうございます。青色の列車、あ、これですね。こちらです。ハイレール1号ですね。こちらに乗車します。すごいですね、塗装がすごいあれですね。今これはカーテンに閉まってる感じ、ブラインド、そうですね。いや、塗装がすごい派手な感じで、枠はこんな感じで、あ、幕が切れちゃってますけど、ちょっと見えないですけど、まあ、ハイレール1号って書いてあります。こんな感じですね。魔改造、これは魔改造ですね。うわ、すごいですね。ブラインドがかかってて魔改造、魔改造ってあるの。今はまだ準備中なんで中に入ることはできないって感じですね。こっちか、こっちはなんか指定の、いやー、でもこっちもすごい快適そうに出すのが並ぶっていう。そうですね、これがこんな感じです。まあ、こんな感じですね。でこっち側はブラインドがかかってるんですけど、内装はまあこんな感じで、おすごいな、こんな感じなんですね。おとりあえずこちらです、今回の席は。よいしょ。まあ、軽くね、車内の散策の方ですね、まあ、していきたいと思います。こちらですね、まあ、車内販売ですね。でまだ準備中ですね。そして、こちら2号車はですね、まあ、リクライニングシートということで、まあ一般的な、特急型車両と同じでは、リクライニングができる、座席がですね、たくさん、並んでおります。そしてこちらはプラネタリウムの、まあ、スペースですかね。まあ、こんな感じですね。小淵沢駅の方ですね、発車しました。まあ、この列車はですね、まあ、終点の、小諸まで、行きたいと思います。漢字覚えたから。こっちも時刻表読んでます。ご乗車ありがとうございます。快速ハイレール1号小諸行きです。停車駅のご案内をいたします。次は清里です。清里、野辺山、
清里駅ですね、到着しました。ここでですね、少々停車するとのことなんでね、ホームの方降りてきました。こんな感じで、こっち側にですね、機関車 SL がですね、止まってます。胴体保存されてますね。よし、こんな感じでスタンプですね、せっかくなのでもらっておきましょうか。よいしょっと、そしたら先生、乗り込みください。動いた、清里駅の方ですね、発車いたしました。そろそろですね、延山駅、到着になるんですけどもね、こんな感じで、この列車はですね、こういう延山駅についてとかですね、こういう感じのね、解説とかをですね、してくれる列車ですね。結構ね、この解説分かりやすいですね、やっぱり。
延山駅の方ですね、まあ、到着しました。まあ、当駅はですね、まあ、JR 線で、最も、高い最高地点の駅となっています。まあ、前回もですね、まあ、コンビ線に乗車したって動画でですね、まあ、ここ来たんですけどもね、まあ、こんな感じで延山駅の方ですね、まあ、到着いたしました。まあ、降りる人もいるって感じか。よいしょ。ボックスのやつはだいたいシャープダイラの着物まで降りるの。まあ数ヶ月前来たばっかりなんですけど数ヶ月前来たばっかりなんですけどね。まあこんな感じ、こんな感じですね。延山駅こんな感じです。まあこんな感じです。車両はこんな感じです。日本 JR 線最高支線の駅ってことですね。まあここでね、まあ、そろそろ停車ってことなんですね。まあ、そろそろ車内に戻っていきたいと思います。よし。延山駅の方ですね、発車いたしました。では、神戸線はですね、あと小内沢と、延山の間までしか乗ったことないんですよね。ここから先、神戸線のですね、延山と、小諸間はですね、今回初乗車となります。中込駅の発車時刻は12時34分でございます。ご乗車のままでお待ちください。駅の駐車場にお入りください。
空平、おー急になんか都会になる、ね、駅前がすごい、新幹線の乗り換え駅でもある、うん、この松田平駅、うん、都会になる。気をつけていってください。ありがとうございます。桜井が到着。あ、ピントだった。終着のですね、小諸駅の方、到着いたしました。今ここでですね、降りたいと思います。115系がいる。115系だぞ。台湾の運転手と、品鉄の、そしてあの鉄道からこんな感じでいますね。到着しました。では行きましょう。はい。